矛盾のような真実。梶井元次郎。お前は弟たちをちっとも可愛がってやらない。お前は愛のない男だ。父母は私によくそう言って戒めた。実際私は弟たちに対して随分つっけんどんであった。彼らを泣かすのはいつでも私であった。彼らに手を振り上げるのは兄弟のうちで事実私一人だった。だから父母のその言葉は一応はもっともなのであるが、私は私のとっていた態度以外にはどうしても彼らが扱えなかった。私はどちらかといえば彼らには暴君であった。しかしとにかく弟たちはそれのある程度までには折れ合って、私対弟らのある一定した関係のおぼろな輪郭ができていた。しかし、その標準から私は時々はみ出たことをした。というよりも、事実いけないと思うようなことをした記憶を持っている。三年ほど以前のことだと思う。その感情だと、上の方の弟が13で、その次が当の時だったはずである。その下の方の弟がこんなことを言って外から帰ってきた。イサムちゃん、上の方の弟の名。今外でよその奴に殴られたんだよ。訳を聞いてみれば、イサムが自転車に突き当たられて、そしておまけにこの間抜け目と言って、その乗っていた男に頭を殴られたというのである。私はそれを聞くとムラムラとした。年を聞いてみると、40ほどの男だという。私はその男を自転車から引きずり下ろして、思いっきり懲らしめてやりたかった。私は気が弱くておそらくは抵抗できなかった弟が、どんなに悔しく思っているだろうと思った。そんな奴はどれだけ懲らしめてやってもいいと思った。そして私はいつの間にかうんと顔を陰気にしてしまっていた。しかし母はやはり年の功だけのことを言った。つまりイサムにもいけないところがあったに違いないというふうなことを言い出した。私はそれをもっともだとは思ったが、13くらいのうちの弟をよその大人が殴るというようなことは、どうしても許せないと思った。お母さん、そう言ってあなたはそれで堪忍できるんですか？と、私は母に食ってかかったのを覚えている。私は不愉快で不愉快でたまらなかったのだった。そこへその本人が帰ってきた。顔を見るとしょげ返っている。
そして泣いた後らしく、頬が汚れていた。私はそのしょぼしょぼした姿を見るとかわいそうには思ったが、なおさら不愉快が増した。私が問うと、弟は話し話しまた涙をためた。聞いているうちに、ふと私はその話に少し嘘があるのを感じた。勝手のいいごまかしがあるように思った。その弟は常からよく勝手のいい嘘を言った。私はそれが嫌でたまらなかった。私はその気持ちには純粋に嘘を忌むという気持ちもあるにはあったろうが、それよりももっと私に答えるのは、弟に私のカリカチュアを見せられることであった。つつまず言うが、私自身はこれでかなりの嘘つきなのである。そして見え坊の素質も十分持っている。私は自分の卑しいところ、醜いところ、弱いところを隠すためによく嘘を言った。私は自分のこの性格が忌々しくってならないのである。その思い出したくない急所に、弟の浅はかな嘘が強く触れる。そこをことさらに醜く拡大した私自身のポンチ絵を見せつけられるような侮辱を感じる。私のその気持ちには、それが私の肉親であるということもだいぶ手伝っているのだと思う。つまりポンチ絵というよりも、本当の私の姿だと思えるためではないかと思う。またもう一歩進めば、イサムさんは嘘つきだ。兄弟は争えない。あのすぐ上の兄さんも。というふうになって、あまり明瞭ではなかった私のその嫌な性格が、弟のそれではっきり世間の人に分かってしまうという懸念が、あるいは働いているのではなかろうか。やはりこれが肉親のせいでもあろうし、長く一緒に暮らしてきたせいでもあろうが、第一は性格の掃除から、私には弟の嘘が、その顔つきや語調から手に取るように、ちょうど私自身がその嘘を言っているようにわかるように思えるのである。そして事実は、十中八九それの性格を証明している。そんなわけで、私は弟がものを言うと、その話の途中でそれは嘘だと言い切ったりすることがある。こんな無体なことは弟だからといって許さるべきものではない。しかし私は不愉快のあまり憎悪さえ募らせて意地悪くそれを言うのである。そして弟の話の腰を折ってしまう。またあまり耐えきれなくなると、私はムラムラと前後を忘れて、バカ、また嘘を言ってる。などと怒鳴りつけずにはいられなくなる。つまり私はその時、情けない気持ちで帰ってきた弟に、これを浴びせかけたのだった。
またお前も育児なしだ。それで黙っているってことがあるかい。なぜ一つでも殴り返さなかったんだ。私は弟の苦しいごまかしをその場合許せばよかったのだったが、その卑怯な嘘を感じると、私は意地悪くなって、ついそんなつかぬことを言ってしまったのだった。一つはあまりの悔しさから。でも石を一つ投げてやった。その時私はその声の弱さに、また顔の頼りなさに、私の嫌な嫌な真っ赤な嘘の証拠を見たのだった。私の先ほどから積もっていた不愉快は、それに出くわすと新たに例の不愉快を加えて、一時に弾んできた。そして猛烈な吐け口を求めた。私はこの圧力で爆発するように、バカをやってしまった。私はこれを思い出すと、その時の弟がかわいそうでたまらなくなる。本当にそうだ。弟はそんなことでも言ってみなければ、あまりに悔しく、自分が惨めだったに違いない。私がその時それを信じてやれば、幾分かは彼の無残に傷つけられた心も慰められただろうのに。私はその時の弟がかわいそうでならない。悪いことをしたと思う。私がその三年ほども以前のことを思い出したのは、今日往来で子供の喧嘩を見てからのことである。私はその喧嘩を見ていろんなことを思った。その思いのたどる間に間に、ふとその記憶にぶつかったのだった。その喧嘩というのはこうである。私は学校から熊野神社の方へ歩いていた。雨模様の空の間から差し出す太陽が嫌に蒸し暑くて、あの単調な道がことさら長く思えた。顔や首から油汗がねっとりにじみ出ていたが、手ぬぐいを忘れてきていたので、といっても洋服の汚れた袖で拭くのはなおのこと気味が悪く、私は焼け気味に汗まみれで歩いていた。昼過ぎだった。道は小学校の生徒が四五人と、中学の生徒が二三人と、そして私だけだった。埃にまみれたポプラの葉が動こうともしない。はじめ自分はそれを他のことだと思っていた。が、それが喧嘩だった。一人の運動シャツを着た子供が、小学校帰りらしい子供とつかみ合っている。中学の生徒が二人ほど、あまり熱心でもなくそれを止めようとしている。歩きながら見ていると、どうやら運動シャツの子供の方が優勢らしく見えた。片方の子供はいかにも弱そうだった。
何とか言ってシャツの子が相手のすねのあたりを蹴った。するともう一人は横っ面を殴った。いかにもそれが頼りなさそうで、殴ったとは言えないくらいのものだった。攻撃のためではなく、自分の威厳のため、やむを得ずその形をしている。殴りながらも、心ではもうこらえてくれと言っている。というふうに見えた。一方は毒々しいほど積極的だった。弱い者いじめをしているに違いなかった。一瞬間私は、私が幼い時経験した無念さや恐怖を、やはりそんなに迫害されている私の姿を思い浮かべた。先の方は顔を紅潮させていて、それが変に歪んでいた。泣き出しそうにも見えた。しかし、消極的にせよ、一つ一つ報いていた。一つに一つ。私はそれがいじらしくて見ていられないような気がした。もうその上続けさせておきたくなかった。止めてやろうと思って、一人でに歩調を早めたとき、中学生らがやっと彼らを引き離した。小学生の方はすぐに顔を少し伏せるようにして走り去った。それも片足だけでケンケンをしつつ、一種踊るような格好を体につけながら。私はその瞬間、そんな格好をせずにいられないその子の気持ちが、私自身の気持ちのようにぐんと胸へ来た。負けて逃げるのか。なんや泣いてやがる。と、そのシャツの子が、その背後から叫んだ。そしてそこに立って見ていた、その小学生の連れらしい、それもやはり学校の帰りらしく、カバンを下げた二三人が、一人で走り去った友達を追うともなく、その後からその方向へ歩いていった。それは時間にすればわずか二分かそこらのちょっとしたことだった。しかし、私にはそれがビンと響いた。男らしさへの義理立てだけといった風に振り上げられた、その子の弱々しい拳や、歪められた顔や、ことにケンケンで踊るようにした格好が、何度となく目に浮かんできた。その子がいじらしくてたまらなかった。なんだかその子の顔が私の一番末の弟に似ているようにも思えた。父親のない母親だけが家に待っているという風の子なんじゃないか。そんなことまで空想したりした。そして蒸し暑い天候のことなど忘れてしまっていた。